亀井義行4月30日から2006年5月12日は、日本の政治家、衆議院議員、運輸大臣、農林水産大臣を歴任した、神奈川県中軍、成瀬村出身。亀井義明の4男。1955年、神奈川県立湘南高等学校卒業。1962年、慶応義塾大学経済学部卒業。 大日本政党、診療物産でのサラリーマン生活を経て、父親の秘書となる。1979年、自由民主党から衆議院議員に初当選。自民党では、中曽根康弘、渡辺道夫派に属した。1988年、運輸政務次官。1996年、第一次橋本内閣で、運輸大臣として初入閣。 2003年には農林水産大臣であった大島忠盛が元秘書の献金流用疑惑で辞任すると大島の公認として再び入閣した。山崎派の最高幹部の一人として同派の事務総長を長期にわたって務め山崎拓を支えた。2005年の郵政国会では6月27日の自民党総務会の郵政民営化修正案の 両承決議に自民党総務として賛成票を投じた。2006年初頭から病気のため療養していたが、同年5月12日、水臓癌のため死去した。去年70。亀井の死去により、神奈川16区の相模原市及び厚木市、伊勢原市、愛好郡津久井郡では、公職選挙法の規定による補欠選挙が、 2006年10月22日に投開票され、制作秘書で長男の善太郎が初当選した。ザウの名は、初心はするべからず。趣味は読書、ウォーキング、ゴールフ。住所は、神奈川県伊勢原市、下落合。ありがとうございます。